今日の副菜はごぼうとれんこんのきんぴら炒めをご紹介します。材料はこちらです。まず野菜をカットしていきましょう。ごぼうは縦半分に切って斜め薄切りにしていきます。そして人参です。人参は短冊切りにカットしていきます。2ミリ厚さにスライスをしていって1センチ幅にカットしていきます。そしてレンコンです。レンコンはいちょう切りにカットしていきましょう。人参と同じ厚さになるぐらいの2ミリ厚さにカットしていちょう切りにしていきます。野菜がカットできたら先に茹でていきます。今日は繊維が多いお野菜を使いますので、先にしっかりと下茹でをして後から炒めていくことで子供さんも食べやすく、また味も染みやすくなります。水から入れて火にかけて、ごぼうとれんこんの繊維があまり感じられなくなるぐらいまで茹でていきましょう。今日は全体で25分から30分ぐらい茹でていきます。かなり長めに茹でていくのがポイントです。最後の5分は人参も加えて一緒にざるにあげておきましょう。野菜が茹でられたら炒めていきます。お鍋にごま油を熱して、先ほど茹でたごぼう、れんこん、人参を加えて炒め合わせていきます。味付けはお砂糖とお醤油です。最後に煎りごまを振って全体に絡ませていきましょう。水分がしっかりと飛べば完成です。器に盛ってごぼうとれんこんのきんぴら炒めの完成です。